わー、来ました。今日はカムクラ新発売された牛すき月見ラーメン新メニュー、私すごく大好きで注目をしてたんですけども、その注目してたところご紹介いただきまして、これから食べに行きます。期間限定メニューなんですけども、牛すき月見ラーメン、ただいま9月13日水曜日1時46分になります。あと1時間ちょっとあるので、どっかでぶらり歩きしながらお腹を空かしていこうと思います。よっしゃー、少しでもカロリーを消費していきたいという思いでエスカレーターはほぼ乗りません。すごい覚えてますよ。熱中症飴もらいました。それは覚えてるんで、いやありがとうございます。阪神タイガースの色そのままじゃないですか。いやこれ今入ってるらしいですよ。そうなんですか。今日はどこの取材ですか。今日はですね、カムクラに行きます。カムクラ、いやありがとうございます。よう飴前回に続きまたもらって2回あったら3回目会うと思いますので、はい、その時の飴何かちょっと楽しみにしてます。めちゃめちゃ人多いですね。来ました、道頓堀。ただいまの時間14時5分になります。打ち切れだったと思うわ。道頓堀に来たぞっていうのを写真シェアすると、その後ろに写ってるこのスポンサーさんたちが拡散されていくっていうか、なんというハンカチ機を持ってくるの忘れたんですよ。なのでハンカチをコンビニに買います。ファミリーマートのハンカチ私好きなんですよ。岩割りのハンカチタオルあるんですね。はい、買いました。拭き応えがあるんですよ。いやいい、いやいい、石油臭くないっていうか、アンケートとかじゃないですよ。私が本当によくこう使ってるっていうかですね、私がよく使ってて、ところどころで買うからいっぱいあるんですよ。いっぱいあっても、これはいっぱいあってもいいと思います。2025、ただいまの時間は14時12分になります。いや、やっぱ大阪といえば食い倒れでしょう。ちょうどこの辺にあったんでしょう、ありますか。どこ行ったのか知らんけど、皆様にご紹介させていただく観光名所としてですよ。皆さんも知ってる方多いと思うんですけど、この動画でお伝えさせて、その後ラーメンカムクラに行こうと思います。こちらです、浮世小路になります。人多いじゃないですか。でここ起きたら一気に雰囲気変わるっていうか、昔の大阪を味わえるっていうか、真っ昼間なんだけど暗くて涼しいんですよ。浮世小路、大阪の昔の歴史を写真とか説明を見ながら歩くと、あんなに人多いのにもう人いてないっていうか、だから広まってないと思うんですよ。写真スポットとしても結構いいと思いますよ。一つ一つこう意味があるんでしょうね。大阪の歴史、どこまで歴史書いてるかちょっと私読んでないんですけど、体験してみてはいかがでしょうか。さっきの道をずっとまっすぐ行くと宝泉寺横丁に行きます。この石畳がいいですね。夜とかものすごく雰囲気が出ますよ。でずっとまっすぐ行くと水掛不動産があります。この辺りもちろん映えるというかいいですよね。でこのまっすぐ行ったところに不動産、この角っこは、ね、おでん屋さんがあって結構いいですよ。めっちゃいいじゃないですか。でこれでこう水をかけると、ただいまの時間14時22分になります。ちょっとねまだ時間があるんですよね。と体進みたいなということもあるので、こちらのアメリカンで、まあ、コーヒー飲もうかなと思います。じゃあ雰囲気じゃあいいですね。ランですね。メニューですけど、もう先ほどアイスコーヒー注文しました。まあこの辺りもいいと思うんですけど、私はこれからラーメンいただくので、アルコールもあるでしょ。ビール680円、これでも喫茶店としてはコスパいいってわけじゃないですけど、まあ妥当か、ちょっと安いのも結構で1000円ぐらいするの普通ですからね。おつまみとかめっちゃいいやん。これめっちゃいいやん。はい、来ました。どうですか。まずアメリカンのこの袋、グラスの重いこと、これはシロップにミルクになります。で、アイスコーヒーは600円です。私は全部入れるタイプ、シロップもちょっと初めちょっと入れると。はい、ただいまの時間14時47分になりました。はい、飲んできました。もう体はすごくいい感じで冷え切ってる状態というか、いいカムクラです。今回こちら右の方新しくオープンしたということで、こちらで撮影できるということで楽しみです。あ、失礼します。キニチと申します。はい、失礼します。こちらで撮影して大丈夫ですか。橋の方がありがたいって感じですね。失礼します。ありがとうございました。
りました。わあ、来ましたー。いやー、なんと美しいビジュアル。では早速いただき、あ、そうだ、あとビールもいただきましょうかね。 ありがとうございます。いやー、素晴らしい黄金の色と。いただきます。すごくいい香りがします。この上で卵を混ぜて、ちょっとすき焼き、いや、そこにラーメンの上ですき焼きをしてすき焼きできるって不思議。いただきます。うん、結構甘系ですけども、甘辛系です。いや、この卵とてもよく合います。続きまして、この麺と一緒にいただきましょうか。うわぁ、すき焼きや。うん、あのビールとの相性は特にいいと思いました。あのこの時期になったら月見系っていろいろ出てると思うんですよ。焼かれてる卵っていうイメージじゃないですか。今回の月見のラーメンは、すき焼きを美味しくさらに食べれる卵と月見ということですよね。やっぱりすき焼き好きだなというか。このシャキシャキ感の白菜、まあ、いつ食べても美味しい。うーわ、怖い。お酒飲んだ後の締めとして利用させていただくことが多いっていうか、でも最近は美味しいラーメンで飲みたいっていうことも あるので、ね、もう鴨倉で飲むというスタンスで付き合わさせていただいております。で、その動画として以前1回動画アップさせていただいております。よかったら下の概要欄リンク貼っておりますので見ていただけと思います。あ、すいません、ハイボールいただけますか。はい、はい、お願いします。アルコールメニューですけども、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、このような感じです。中ジョッキって最近の中ジョッキって少ないの多いじゃないですか。そうじゃなくて飲む期待があるジョッキでした。で、次注文したのはハイボール、税抜き価格318円になります。来ました、ハイボール、ありがとうございます。おしゃれおしゃれですね。そうロゴが入って、これ売ってないんですか。売ってない、売ってないんですか。あ、これは売ってたらぜひ欲しいなと思いました。ちょっと考えます。ありがとうございます。香り高い、あのラーメンにハイボールって新しくていいと思いますよ。結構ベタ飲みしすぎてるかもしれませんけど、ベースとした美味しいラーメンが私は好きなので、だから利用させていただいてるんですよ。美味しいラーメンに私の好きなすき焼きが乗っかってる、期間限定なので皆さんこの機会まずあれ食べてみてください。あ、絶対ハマる方はハマると思います。あっさりしてそうな色のスープなんだけど、飲んだらそうじゃなくて旨味がものすごく詰まってるスープです。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。いやー、感動した。この後ちょっと甲府さんとお話したいなと思います。あ、すいません、
はい、顔を出ていただくというのは難しいでしょうか。私よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやそれちょっとこんな感じで映っております。いや今回お話いただきましてありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそ。安井さんって伝えて大丈夫ですか。あ、私松本なりさん。すいません。このあたりちょっとカットお願いします。松本さん、はい、っていうのは大丈夫ですか。はい、大丈夫です。その鎌倉の美味しいラーメンをつまみで飲むという、つまみで飲むというのを前回私発信させていただいたんですけども、ね、これ食べてどう思いましたか。あ、そうですね、美味しいラーメン食べ慣れてるんですけど、はい、なんか よりボリュームがあるみたいな。さっきも私食べてきたんですけど汗だくになりながら腹パンパンで。いや、いいじゃないですか。ちょっと多くないですか。多いと思います。なんか美味しいラーメンは全然なんかボリューミーで。これはレギュラーサイズってことなんですか。あ、レギュラーサイズです。でもう飲まれたんですか。ですけどまだ飲んでないですか。この後飲もうかな。お酒好きって先ほどお話で聞いたんですけど、はい、何が好きですか。全然話関係ないですけど。まずビール飲んだ後、はい、まあ、レモンサワーで行くか、ハイボールで行くか、うん、まあ、もう調子いい時は日本酒とか。日本酒。いやーすごいな。松本さんがおすすめするこの牛すきラーメンのアルコールとしては何をおすすめしますか。はい、あー悩ましいけどやっぱりビール。あ、いや、ぜひこの後飲んでいただけたらと思います。そうですね、はい。今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。もうずっと名前間違えてました。安いです。大きな名前を間違ってまして、すいませんでした。ちょっとモニターがあそこに映っておりまして、よろしくお願いします。お願いします。安井さんはアルコールは飲まれるんですか。あ、飲みます。何が好きですか。生ビールとジンジャーハイボールが好きです。ジンジャーハイボール。ジンジャーハイボールって飲みますか。あんまり私すごいすごくアルコール。え、やっぱそうですか。そういう飲み会が私ちょっと連れて行ってほしいですね。ぜひ行きましょう。安井さんは今回のこちら牛すきラーメンに合うアルコールは何が合うんですか。やっぱ生ビールです。やっぱり生。皆さん聞きましたか。生ビールが合うと。美味しいラーメンも生ビールが合うかなって私は思ってますけど、さらに合うかなって思ってました。そうですね、なんか色味とも合うかなっていう。色味も合いますよね。、はい、このビールと一緒に牛すき、すき身ラーメンですね、食べてみてはいかがでしょうか。今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。スープは欲していただいて。いや、スープ、そしたら当然でしょ。いや、当然でしょ。ありがとうございます。いや、もうこんな褒められるべきのことでもないけど。気持ちをどう伝えればいいかわからないなのままでも未来は平気でしょうか。後悔はないですが嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。